私の名前はアリサ。私の両親は子供の頃に離婚している。母は私と兄を引き取り、小さなアパートで暮らしながら昼も夜も働いて私たちを育ててくれた。成績優秀だった兄は奨学金で大学に通い、大学を卒業すると有名企業に入社した。兄が一人暮らしを始め、アパートでは私と母の二人暮らしになった。そんなある日のこと、兄が結婚を考えている彼女を紹介したいと言って家に連れてきた。母はお店で会った方がいいんじゃないかと言ったが、兄は自分が育った環境も彼女に知っておいてほしいと思ったようだった。アパートにやってきた彼女は露骨に嫌な顔をし、家に入るのをためらった。遠慮しないで入れよ。彼女は恐る恐る玄関に上がるとアパートの中を見回した。狭いアパートにはリビングもダイニングもない。彼女には私の部屋に入ってもらい、4人分の紅茶をちゃぶ台の上に用意した。アパートは壁が薄く、隣の家の生活音も聞こえてくる。すみませんね、こんなに狭くてうるさいところで。母はすっかり恐縮している。彼女は母の言葉を無視し、秀樹くん、本当にここで育ったの？と軽蔑したように言った。ああ、そうだよ。だって三人暮らしだったんでしょ？それなのに部屋は二つしかないの？ああ、妹と母が一緒の部屋だったから。今は俺が家を出たからこれで十分なんじゃないかな。そうなんだ。彼女はバッグからストールを出すと肩にかけた。なんかこの部屋寒いわね。すみませんね、このアパート隙間風が多くてね。そうだわ、帰りに銭湯でも行って温まって帰ってもらったら。いや、それはちょっとさすがに今日はな。銭湯？ああ、この近くに銭湯があるんだよ。うち風呂がないからさ。え、お風呂がない？そう、だからいつも銭湯で入ってたんだよ。ちょっとそういう生活想像がつかないんだけど。まあそうだよな、お嬢様には分かんないよな。この辺りの人はみんな銭湯に行ってるんだよ。あの、ちょっとお手洗いお借りしてもいいかしら？ああ、それだったらうちの玄関を出て廊下の突き当たりに共同のトイレがあるから。え、ちょっと待って、共同？ああ、うちトイレがないからさ。え、トイレがない？そう、このアパートはみんなで一つのトイレを使ってるんだ。ああ、それと組取りのポットントイレだから落ちないように気をつけて。ポットントイレって？お嬢様は知らないよな。でも見ればすぐわかるよ。あの、私今日はもうこれで失礼するわ。どうして？まだ何も話してないじゃないか。ごめんなさい、ちょっといろいろと考えさせて。もしこのまま話を進めるときは私の家でお話しましょう。そう言って彼女は帰ってしまったのだった。それからしばらくして、母と私は彼女の家に呼ばれた。聞きましたよ、うちの娘から。ずいぶんと広いアパートに住んでるそうね。トイレとお風呂がないって、一体いつの時代のお話かしら。それにうちはね、本当は母子家庭なんて嫌いなの。やっぱり両親が揃っているご家庭でないとね。だから娘には小さい頃から母子家庭の友達と遊ばせないようにしていたのよ。それなのにこの子はよりによって秀樹さんと。でも娘がどうしても秀樹さんと結婚したいって言って聞かないの。秀樹さんは有名企業で働いているし、仕方がないから結婚を許すわ。ありがとうございます。結婚後は親戚付き合いはなしでいいわよね。え、私たちもあまり貧乏人とお付き合いしたくないし。それとお母さんと娘さんは結婚式に来ないでくださる？え、どうしてですか？だって娘の大事な結婚式よ。やっぱり貧乏人には結婚式に来ないでほしいわ。何ですかそれ、お兄さんはそれでもいいの？しょうがないだろ、彼女とご両親の希望なんだから。でも私が反論しようとすると母が遮った。わかりました、それでは私たちは欠席いたします。そう、わかればいいのよ、わかれば。さ、もう話はこれだけだよ。あとのことはこっちで話を進めるから、貧乏人はもう帰ってくださる？そして今後一切うちにはいらっしゃらないでくださいね。こうして私たちは
用件が済むと彼女の家から追い払われたのだった。母は親戚たちに事情を説明し、私たちは結婚式を欠席するからよろしくと伝えた。ところがこれを聞いた親戚たちは皆激怒した。母が女で一つで苦労して私たちを育てたことを知っているからだ。息子の晴れ姿じゃないか。彼女の家も最低だが、秀樹も秀樹だ。そんな恩知らずな子だと思わなかったわ。と言ってみんな母に同情した。そして数ヶ月が経ち、今日は兄たちの結婚式の日だ。その日の夜、兄夫婦がアパートにやってきた。彼女は泣き晴らした目をしている。ちょっと、どういうことだよ。うちの親戚、誰も来なかったじゃないか。え、そうだったの？おかげで飛んだ恥をかいたよ。俺の方で来ていたのは、会社の上司と同僚と友達だけだ。親戚の席はガラガラだぞ。でも、私とお母さんには、貧乏人は来るなって言ったよね。親戚まで来るなとは言ってないじゃないか。私たちだって、そこまでは言ってないよ。そこまで？そう、親戚には私たちが欠席する理由を言っただけだよ。だって、私たちが行かなかったら、親戚だって不思議に思うんじゃない？でも、誰も来なかったぞ。さあ、そういえば、おじさんやおばさんたちに理由を話したら、みんな怒ってたな。結婚式に行く、行かないのは本人の勝手でしょ。みんなそれぞれ、自分の意思でボイコットしたってことじゃない？そんな。でも、親戚が来なかっただけで、そんなに問題なの？まあ、ガラガラなのはかっこ悪いかもしれないけど。それが、彼女の両親が言ったことが、上司にもバレてた。なんでバレるの？私たちのことは母が入院してるとかなんとか言えばよかったでしょ。いや、それが俺が彼女の両親が言ったことを同僚に話しちゃったんだ。だから母とお前は来ないって。それは話した兄さんが悪いんじゃない？でもお前たちだけじゃなく親戚みんな来なかったから、これはボイコットじゃないかって話になったらしい。披露宴が終わった後、お前は神父と義両親の言いなりなのかって上司に叱られたよ。今まで育ててくれた母をないがしろにしたんだから、普通はそう思うよね。まさか、あんな絡んだって披露宴になるなんて。ねえ、話はそれだけ？え？私と母さんはお望み通り欠席したんだからいいでしょ。二人とも、もううちには二度と来ないでね。そう言って、二人を追い出したのだ。その後、兄は会社の上司や同僚からも信用を失ったそうだ。そして親戚からも絶縁され、ボイコットの経緯を知った新婦側の親戚も新婦の両親を見放したそうだ。兄たちの夫婦仲もギクシャクし、離婚は時間の問題のようだ。